はいどうも佐藤ベートーベンです。今回はですね、なんか2人とも喋ってるみたいな感じになってますけど、今回は巨大キノコからの脱出というものをやっていきたいと思います。おーイエーイ、はい、イエーイ。というわけで、今回は僕、ナユさん、プリティアララさんの、4人です。よろしくお願いします。で、あの巨大キノコといえばナユさん、わかりますか？まあマリオカート。おー、マリオですね。マリオカート、マリオカートってかマリオですね。で、見ましょう。とりあえずマリオのキノコからの脱出って。おー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 、また真っ暗な部屋。おーい、呼ばれてるぞ。なんだい、どこだ、そこの君、どこ。おーおーおー、いるキノコ。おーおーおー、なんだここは。キノコが話しかけてる、キノコが話しかけてるんですかね。ちょっと聞いてくれよ。なんだい、オイラの大事な鍵が盗まれたんだよ。キノコ、大事な鍵、一体誰に。あの恐ろしいクッパだよ。めっちゃクッパって言うじゃん。おーおーおー、クッパって言っちゃっていいの。うん、助けてくれよ。仕方ないな。でもなんか色がさ、はい、巨大キノコからの脱出。おう、色があれだよね、ちょっと汚い色してるよね。だって、お、セーブされた。おう、セーブされた。おお、始まった。おお、これはあれじゃん、あのステージ1じゃん、1の1だ、ちゃんと。あ、そうなんだ。わあ。お、ちゃんと破壊できる。ああ、足場が手に入る。ちゃんとあれだ。え、足場は？おお。土管。土管だ。土管。入ってみる？あ、土管へ左に行けるわ。こっち側に道ある。おお。すげえ、土管。土管の中だ。はい。忘れ的な。あ、ここに足場設置できます。はあ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 。こういう感じで。あ。いけ、プリティ。うん。おー、だから。おー、しかし行ってる。プリティー！行け！プリティー！プリティー！頭がおかしくなっちゃう。あれまーす。いけ、アララさん。いけ、いけそう、いけそう。いけ、いってくれー。わったー。 おいー、お、なに。ああ、土管の鍵が手に入りましたと。あ、こっち側に3つ設置しろってことか。オッケーオッケー、了解了解。ちょっとあと2つクリアしないといけないんだ。足場どうやって取るの。ん、これ持ってる。あ、持ってんの。うん、あー、はい、あ、これはいけそう。ほう、難しいね。プリティ行った？オッケー、よしよしよし、もういいよ。よし、やらき。ありがとう、土管の鍵。さあ、今のところ私たち何もしていません。いや、ここは俺が行く、任せろ。なんか普通にクリアした。あ、大丈夫。あ、今のは見なかったことにしてくれ。お腹減ってるっていうのはでかいね。おお、でかいね。あ、うん、よし、みんな行こう。みんなもやってみるんだ。
お腹減ってるからしょうがないね。減ってるから。そうだね。オーケー、いった、俺もやったー。ちゃんと自分の手で土管の鍵を回収する。やったぜ、イエーイ。素晴らしい。よしよし、まあ大丈夫、プリンさっき言ったからね、いいのよ。そう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 、ありがとうね。よし、じゃあこれで3つ揃ったので、うん、多分クリアと。はい、あ、土管の先に進めるようになった。よかったよかった。これで、よし、オッケー、セーブしました。え？痛いね。あー、これ4マスだからいけるね。あ、え？ギリギリジャンプすればいける。無理でしょー。うっ、あー、お腹空いた。お腹が空いて力が出ない。あ、手を伸ばしていただけませんか。あ、いけた。ええー。待って、端、あのね、違う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 、おー、やばっ。あ、じゃあ飛んでって言って。はいはい。はい。ないし、え、待ってて。分かった。よろしく。ああ。ただいま。そっちもあんのか。ただいま。もういけたじゃん。俺たちのことは気にしなくていい。ビティー、あらよ。俺たちは一回いけたという実績でいいんだ。そう、一回いけたという実績でいい。もう、いけてない。いいよ、もうね。なんか人参付きの棒もらった。人参付きの棒手に入れた。これはこれを使っても別に飛べるわけではないから、あーん、あー、いや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 、やったー、クリアした、イエーイ、クリアした。あーあー、2回は、あ、危ねえ。生きてた。で、じゃあ行きますか。またどうせこんなかな。父さん張り切っちゃうぞ。張り切ってお父さん。待ってよみんな。うわあ！今から貴様ぶっ殺してやるぜ。俺が倒す。おかえり。